ユストス・リプシウスユストス・リプシウスはフラマン人の文献学者、人文学者。古代ストア主義の最高のために、キリスト教と対象する形での著書を多く残している。中でもよく知られているのが、デ・コンシュタンティアである。リプシウスのストア学に対する取り組みは、同時代の多くの思想家に影響を与え、新ストア主義の交流につながっていった。またリプシウスは、 イエーナ、ライデン、ルーベンの大学で教団に立っていたこともある。理チに従った行動、自己責任、感情の抑制、争う用意を持つ理想的な市民についてのリップシュースの思想は宗教改革の嵐の中で広く受け入れられていった。このようなリップシュースの考察は政治の分野にも取り入れられ、国家と統治組織の合理化、君主による先制支配、 非支配者に対する統制、強力な軍事防衛力をもたらし、これらの理念は、初期近代国家の基礎となった。4人の哲学者この絵を描いたピーテル・パウル・ルーベンスの兄、フィリップ・ルーベンスは、リップシュースの教え子である。これは1615年頃のものであるが、左から、ピーテル本人、フィリップ、リップシュース、ヤン・ボエリウスで、この他にリップシュースの飼い犬 モップスルスも描かれている。また四人の後ろの胸像はセネカであり、背景にはローマのパラティーノの丘の遺跡が描かれ、古代の影響を受けていることを伺わせている。ルーベンスはこの絵の他にもマントバ大在児の肖像画を残しており、この絵にもリプシウスが描かれている。リプシウスはブラバント広国のオーフェルエーセで生まれる。両親はまだ幼いリプシウスを、 ケルンのイエズス会の修道院に入れたが、ディプシウスがイエズス会に入ることを懸念し、16歳の時に修道院を離れさせて、ルーベン大学に入学させた。1567年の著書ベリアラム歴者ナム、リーブディトレスは、数奇教グランベルに建てつられ、これにより、ラテン語秘書官の任務を受けることとなる。また、グランベルに随行して、ローマを訪れる。ディプシウスは、 ローマで2年間を過ごし、空いた時間を古典ラテン語の研究や、碑文の収集、バチカン図書館の写本の解読に当てていた。1575年、ローマから戻ったリプシウスは、多岐にわたる分野に対する批評をまとめた、アンティックウェラム歴ャナムリーブリークインクウェイを表す。この書は8年前の著書での場合、歴書にと、対象させたもので、前著では、推測によるを行っていたが、 この書では、称号による皇帝に踏み込んでいた。1570年、リプシウスは、ブルゴーニュ、ドイツ、オーストリア、ボヘミアを周遊し、この際に、イエーナ大学から1年以上の期間で教員として、招聘された。同大学で教員に就くということは、ルーテル教会に従うということを意味する。ルーベンへの帰きで、ケロンに立ち寄ることがあったが、そこで、 リプシウスはカトリック教徒として振る回わらなければならなかった。その後リプシウスはルーベンに戻るが、80年戦争の戦火から逃れるためにアントウェルペンを経由して北ネーデルラントに移ることになる。1579年に逃れた先の北ネーデルラントで新設されたばかりのライデン大学から歴史学の教授として招かれた。リプシウスは ライデンでカルバン主義者として11年間を過ごし、その11年間はディップシュースにとって最も成果を上げた時間であった。ディップシュースはセネカやタキトゥスの皇帝に取り掛かり、この他にも数多くの著書、論文を書き上げている。ディップシュースの成果は純学問を扱うものであったり、古典著者の集積であったり、あるいは一般的な関心を扱うものであったりした。 一般的関心を扱う者の,の例としては政治についての論文があり、この中でリプシウスはすでに国が関与を厳命していた国の公立大学の教員であるにもかかわらず、アルバコーやフェリッペ2世の国家信条から外れた論を述べていなかった。またリプシウスは、統治機構は宗派をただ一つのみ認め、これに対する反対は武力で排除するものだと述べている。 このリプシウスの原名に対しては、非難が浴びせられたが、ライデン大学は、リプシウスを擁護し、また、リプシウスに対して、声明を発表するよう促した。リプシウスはこの時発表した声明で、ユーロ、セカという表現を用いているが、これは、積極的治療を指す言葉である。1590年の春、スパでの当時を口実に、ライデン大学を去ったリプシウスは、マインズに向かい、 そこで、ローマカトリック教会と和解する。この出来事は、カトリック世界の関心を大いに集め、特に、イタリア、オーストリア、スペインの王宮や大学からは、ディプシウスを招き寄せようとする動きが起こった。ところが、ディプシウスは、母国に留まることを選び、ルーベンに今日定めて、コレギウムバースライディアナムで、ラテン語の教授となった。ディプシウスは、 教団に立つということを求められておらず、スペイン語をフェリペ2世の数密古文館、資料編3社に任じられたことでわずかな俸級の足しにしていた。ディプシウスは以前と同じように論文の発表を続けており、その主なものとしてデミリシアロマーナやラベネヘマがあった。これらの書はブラバントの全般的な歴史の入門書として作られたものであった。ディプシウスはルーベンで永眠する。 後に、ブリュッセルのエッテルベークにあるウェト通り、ロア通り近くの通りにリプシウスの名前が付けられた。1990年代になると、欧州連合理事会の新しいビルの建設がこの通りの上で着手されたが、リプシウスに対する経緯は残されており、その建物にユストゥス・リプシウスの名前が付けられた。リプシウスはその功績から2006年に、 ベルギーで鋳造された10ユーロ記念硬貨のモチーフとして描かれた。硬貨の裏面にリップシウスの肖像とその聖母ツネンが刻まれた。ありがとうございます。